テイクアウトでおうちレストラン始まるよ。ビーフキッチンスタンドアパホテル秋葉原店。秋葉原駅の昭和通り口を出てヨドバシカメラを背景に JR 総武線沿いを歩いていきます。 JR 総武線沿いにはお店が両側に立ち並び、右手に総武線、左手にお店と歩いていくとアパホテルさんが見えてきました。このアパホテルさんの1階にあるのがビーフキッチンスタンドアパホテル秋葉原店です。左手に見えるのがビーフキッチンスタンドアパホテル秋葉原店さん。このアパホテルと併用した形でお店が建っておりました。お店の中には通りからと、そしてホテルの中から入ることができるようになっていました。お店の前はいろんな看板が置かれており、明るい雰囲気が入ってみたいお店になる、そんな雰囲気を出しているお店でした。外で飲むこともできるように作られているのも魅力の一つです。このホテルはアパホテル秋葉原駅前さんです。見上げていくと JR 総武線の橋も見えてきます。昔ながらの造り、それを感じるこの総武線のすぐ下にあるのがこのビーフキッチンスタンドアパホテル秋葉原店さんでもあります。お店の前を改めて歩いていくといろんな看板が並んでおり、オープンなお店の作りが入ってみたい気持ちを誘ってくる、そんなお店作りになっていました。この後店内にはどんどんお客様が入ってきて満席の状態になるぐらいまでお客様の人気があることが伝わってきました。ビーフキッチンスタンドさん、ランチメニューも魅力です。そして今回取材させていただいたすごい煮干しラーメン、さらにはピザもございます。このいろんなものをもとに攻めていくビーフキッチンスタンドさん、店内に入ると店内もついいろいろ見てしまうような賑やかな作りになっております。一人でも気軽に利用できる、二人でも四人でも気軽に利用できる、そんなお店作りがされており、気軽に立ち寄れる、そんな言葉がとにかく伝わってくる、そういったお店作りになっておりました。お店の中は時間が経つにつれにぎわいが増していき、お客様が座れないぐらいまで入ってくる、そんな状態を体験させていただきました。この日はラーメンとピザ2つの商品の取材をさせていただきました。本格ピザテイクアウトを始めた理由、本格ピザテイクアウト BKS ピザをスタートしたビーフキッチンスタンドさん、この可愛いビーフキチが乗ったパッケージ、こ
これが素晴らしいですね。もうこれだけでもこのテイクアウトのピザに対するこだわりというものを感じました。この日はどんなピザを楽しめるのか楽しみに感じながらこの日取材に訪れさせていただきました。こちらは北海道ポテト&ベーコンピザ、こちらも楽しみに感じながらいただきました。まずはこの焼きたての場合チーズがどれだけ伸びるのか、このチーズの素晴らしさというところを実感させていただく体験がここにありました。どんどん伸びていくチーズ、まだ切れません。まだまだ伸びていくチーズがあります。すごい伸びていきますね。まだまだ伸びていきます。すごいです。さあいよいよ切れるのか、まだ切れない。すごい伸びますね。これを見ただけでもこのチーズそのものへのこだわりも感じました。そしてようやく切れたこのチーズ、すごいです。30センチぐらい伸びました。そんな渾身のピザ4種類 BKS ピザ、こちらがいよいよビーフキッチンスタンドさんで本格的にスタートしました。この日はこのフレッシュトマトとアンチョビのピザ、そして BKS デラックスピザ、この2種類のピザの取材をさせていただきました。どんな思いで本格ピザに参入したのか松本社長にお聞きしました。これから例えばピザを本格的なものをテイクアウトで始めようというのを聞いたんですが、はい、これちょっと教えていただいてもいいですか。はい、これピザのテイクアウトっていうのはですね、まあ、うちもともとそのオーブンがありますので、これを使って何かテイクアウトとかデリバリーの、商材が作れないかなって考えた時に、僕飲食店経営者とかも結構知り合い多いんですけど、はい、ピザのテイクアウトやってる人って本当少ないんですよ。あのその専門にやってる人、はい、いないかなと思っていたら横浜にその先輩経営者があって、はい、なんならすごい近い人 でその先輩にもお願いして、今までそんなことやってないと、もう断られたけどもそこも一緒に飲みながらお願いしてそしたらもう分かったと言ってやってくれることになったんですね。でもううちのそういう意味ではプロデューサーみたいな形で、まあ、入ってもらって、はい、うちのスタッフたちも本当にトレーニング、本当に本格的にやって、まあ、今回もこの何ですかね、その新しいブランドとして、まあ、ピザ BKS っていう、まあ、こちらも新しいブランドを作っている最中 で結局この美味しいピザ、手作りピザを、注文が入ってから店内で作るんですけど、その何ですかね、まあ、これはテイクアウトとかデリバリーを中心に販売していくっていう、まあ、ボーストレストラン業態の形で、やります。松本社長の思い本当に素晴らしいですね。そしてこの本格ピザを導入するために本格ピザのお店で修行をし、そしてスタッフさんたちと共に準備をされたビーフキッチンスタンドさんの BKS ピザ、取材をさせていただくことでそのこだわり魅力を改めて感じました。ではどうぞ。フレッシュトマトとアンチョビのピザ、ビーフキッチンスタンドさんが新たに取り組み始めているこのピザですね、種類この4種類あるということで、どれも食べてみたいというところを感じるものになってます。でこのピザですね、この生地そのものについては実は企業秘密ということで明かすことはできないということで、今回この盛り付けというところと焼くところを取材させていただきました。企業秘密の生地の準備ができた後、早速はかりの上ではかりながらこの調理を見せていただきました。まずはトマトソースから乗せていきます。
一つ一つがとにかく丁寧な手作業、こちらで行われているこの本格的なピザ、 BKS ピザ、一つ一つの作り方に丁寧さを感じ、また思いを感じる、そんなひとときを取材をしながら感じました。続いてフレッシュなトマトを盛り付けていきます。トマトのボリュームもたくさんありました。どんどんトマトが盛り付けられていきます。このフレッシュなトマト、これがまた後ほど味わいに一つのアクセントを届ける、そんな魅力を感じました。続いてアンチョビです。一つ一つが大きいですね。このしっかりとしたアンチョビが乗っている、で、そしてですね、この大きさがすごくちょうどいいんですね。これが美味しさの魅力に後ほどつながっていることが分かりました。ここまででも美味しさ、仕上がりが楽しみになってきます。続いてチーズが盛り付けられていきます。このチーズは冷めても美味しい、熱々だとさらにとろけて美味しい、この特別な配合で作られたそうです。惜しみなくたっぷり盛り付けられていくチーズ、このチーズの魅力、こちらは食べる時に改めてすごいと感じました。後ほどの食レポの体験もぜひ楽しみにしていてください。チーズを盛り付けた後、その後はニンニクのアクセント、こちらが盛り付けられていきました。このちょっとしたアクセント、これがまた味わいに一つの楽しみを追加していっていました。さらに盛り付けの仕上げに入っていきます。この後は胡椒、そしてオリーブオイルをかけて、まず焼くまでの段階が仕上がりということになっておりました。さあ、いよいよ焼き台に突入です。ビーフキッチンスタントさんのこの焼き台の活躍は本当にすごいですね。この焼き台の中をしばらく行って、また行って、ようやく焼き上がったこの本格ピザ、出てきました。焼き上がったピザはこの後お皿の上に乗せられて、そこでまず8等分にカットされました。そしてこの8等分のカット、それが終わってからケースに入れられて、そして完成という形で仕上がる、そんなちょっとした手間もしっかりとった仕上がりです。そして
出来上がってみると生地がすごくふっくらしていて、このパリパリ感、もう聞いているだけで美味しさが伝わりますね。このビフキチのケースに入れられて、そして完成ということで、この後試食に入っていきました。早速完成したフレッシュトマトとアンチョビのピザをいただきました。お話を聞くとですね、実は冷めても美味しいというところを大事に作っているということを、お話しいただきました。ではいきます。これはもう出来上がってから実はもう30分ぐらい経ってます。そのですね、はい、じゃあ早速いただきます。うん、めちゃくちゃ美味しいですね。これあのトマトのフレッシュ感がめちゃくちゃ伝わるのと、生地が全然重たくないんですよね。で、生地が重たくないのですごく食べやすい、ちょっとおつまみ感覚でいただけるというのがすごい特徴だなと。で、アンチョビもそんなに塩っぽくないので、どちらかというとトマトの方にちょっとアクセントが加わるような、そんな感じに仕上がってるのがこのピザのすごい特徴だなというのを感じました。だからすごくこう子供から大人までこれ大好きかなというのも感じましたね。ちょっと、うん、この食べるたびにトマトソース、トマトの旨味が弾けてくるっていうのがすごいなというのを感じます。うん、もう一つちょっといただきますね。うん、このトマト一つ一つがやっぱりフレッシュに入ってるのがこれすごいんですよね。でこのアンチョビのこのアクセント、このアクセント感がすごいちょうどいいっていうところでいただけるというのがあります。うん、ほんと絶妙な味付け、これが本当にいいなというのを感じました。うん、生地そのものが本当美味しいですね。ということで、ごちそうさまでした。 BKS デラックスピザ。続いてもう一ついただきます。で、もう一つのピザは、これです。 BKS デラックスピザですね。 BKS デラックスピザ、こちらをいただきます。で、これ作り方見させていただいたんですが、もう具材の豊富さがもうまずすごいなというのを感じました。で、こちらもですね、出来上がってからもうすでに20分ほど経ってます。で、20分ほど経っていただくということで、まずこの部分からいただきましょう。じゃあケイちゃん取るところ、さあ、ここからいただいちゃいましょう。はい。で、これですね、あの先ほど松崎さんがおっしゃってたように、本当冷めてもチーズが硬くならないというのがこれすごいなというのを感じました。チーズのみずみずしさ、これがしっかり残って具材と絡んでる、そこが美味しさの秘訣の一つかなというのを感じました。早速いただきます。うん、うん、
こういろんな味わいが一度に楽しめるっていうのがこの BK's スペシャルのすごいいいところだなというのを感じます。でこれまたこの先ほどのフレッシュトマトとアンチョビのピザとまた対照的にですねすごい肉の旨味がより入ってくるのがまた一つ特徴で、お肉系が好きな人にとってはこれはもう本当にやめられないというか、あの一度食べるとハマるなというのを感じました。うん、これももう一個いただいちゃいます。いただきます。本当ですね、この肉から野菜、このそれぞれの美味しさが一気に楽しめるっていうのが美味しさのすごい魅力だなというのを感じるピザですね。なので本当もう子供から大人までみんな好きだなというのを感じました。うん、いやもうこれ2つちょっといただいたんですが、あの大きさもほんとちょうどいいということで、一人でも楽しめるし仲間と一緒にちょっとおつまみ的に楽しむということもできるっていう、このサイズ感も含めたこのフレッシュ感、これがこのビーフキッチンスタンドさんのこのピザのすごい魅力だなというところを感じました。ということでごちそうさまでした。松本社長の思い。お願いします。はい、まあ、今回のこだわりですけども、ラーメンとピザのこだわりとしては、僕も料理人で料理は得意としてきていますけども、もうラーメンもピザも、もうプロの、人たちにもうその経験をね、監修していただくというか、経験をもう教えていただいて、もうお客様にはやっぱ美味しいものを出したいというところがこだわりです。はい、ピザはですね、実はそのチーズにめちゃくちゃこだわりがあって、冷めても美味しく食べれるピザになっています。でチーズも店で食べればとろーっとね、とろけるようなチーズもできるんですけど、まあ、今回はその、まあ、ピザオリーブの社長に監修していただいて、まあ、冷めても美味しく、店内で食べても美味しくて、うちのオーブンで焼くとちょうどよく美味しくなるような配合のチーズになってます。はい、はい、ありがとうございます。ビーフキッチンスタンドさんの BKS ピザ特集いかがでしたか。ビーフキッチンスタンドさんのピザ、本当にこだわりがありますね。そのこだわりの根底にあるものは、今ビーフキッチンスタンドとしてできることを美味しい状態でお客様に届けていきたい、その今できることに対しての思い、そのことがとてもこの行動や思い、チャレンジにあふれているように感じました。そしていただくことでその美味しさ、こだわりをさらに感じ、また利用したい、そして誰かに話したい、そんな気持ちになる素晴らしい取り組みであると感じました。ビーフキッチンスタンドさんの BKS ピザ、これからが楽しみです。ビーフキッチンスタンドさんは前日このテイクアウトでおうちレストラン26-27でもご紹介をさせていただきました。肉料理を中心としたこの魅力、そこに迫らせていただきました。さらにビーフキッチンスタンドの松本社長は社長インタビューでも登場いただき、これまでの歩み、そしてこれからのビジョンや思いなどもお話しいただきました。
ぜひこちらもご覧ください。ビーフキッチンスタンドアパホテル秋葉原店さん、どうもありがとうございました。飲食店経営塾塩ラボ、新規集客で売り上げを、ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。またよろしくお願いいたします。